それでは、最後の、講習を始めさせていただきたいと思います。理化学研究所から参りました西方と申します。よろしくお願いいたします。最後、今16時40分ということなんですけれども、この講習は、最後17時50分まで、させていただいてもよいということなので、予定では1時間だったんですけれども、少し最後、もし時間ありましたら、質問等を受け付けたいと思います。よろしくお願いします。で、この講習の資料なんですけれども、ここの PDF を使って行いたいと思います。あと途中で、タンパク質の立体構造を構造を観察するということもやるんですけれども、それはこの補足資料等を用いて行いますので、ダウンロードしておいてください。で、この講習は既存データベースを活用したタンパク質実験構造データの探し方っていう題名なんですけれども、主にこれまでの先生方は、いくつかデータベースのことをされ、いろいろなデータベースの名前を出されていたんですけれども、この講習では、タンパク質に特化した講習を行います。この中で、構造生物学だとかタンパク質の、実験を行っていらっしゃる方ってどのくらいいらっしゃいますでしょうか。3名ほどですね。はい、わかりました。ありがとうございます。タンパク質っていうのは、まず最初、非常に簡単なところなんですけれども、このタンパク質っていうのは、DNA から RNA が翻訳RNA に変換されるのを転写っていって、で RNA からタンパク質ができるのを翻訳って言って、でこのタンパク質っていうのはこのアミノ酸配列のつながりなんですけれども、それが、形を持っているっていうので、この構造解析っていうのが、タンパク3000プロジェクト等の、ヒトゲノム解読プロジェクトが終わった後、今世紀初めの初頭にかなり の数の、立体構造が解析されました。で、その構造解析は、X 線構造解析や、核磁気共鳴 NMR っていう方法を使って行われるんですけれども、それらの構造データっていうのが公共のプロテインデータバンクとかに登録されているんですけれども、その、実験データっていうのが、っていうのは必ずしも公開されていないという状況がありまして、それらの構造データも一緒に合わせて公開するっていうことを理化学研究所の方で行いまして、そのデータベースについても紹介したいと思います。で、この本この、講習 の、の対象っていうのはこ の、 タンパク質プロテオームとか構造立体構造ストラクチュラーローの、について行うんですけれども、これはさまざまに出ているデータベースからタンパク質の、配列だったり機能だったり立体構造実験の情報を取り出すことができます。でその講習を行います。で、その後でお話しするんですけれども、このタンパク質を立体構造分子グラフィックソフトウェアラスモルとカパイモルっていうので表示するんですけれども、それをある方は一緒に共有していただければなと思います。で、この講習の流れは最初、タンパク質関連のデータベースがどのようなあるのかっていうのを最初の20分でお話しして、で、データベースからタンパク質の立体構造を取り出して、それをタンパク質のビューアーを使って観察するっていうのを20分ほど行いまして、その後タンパク質の立体構造解析に関する実験データを、調べる方法というのを20分ほど行います。
でまず最初の一つ目なんですけれども、タンパク質関連のデータベースっていうのは、さまざまなものがあるんですけれども、代表的なものはこちらにあるようなごく一部なんですけれども、このようなものになります。配列データベース、ユニプロとタンパク質ドメインのデータベースで PFARM だったりインタープロだったりっていうのがありまして、で立体構造データベースでプロテインデータバンクっていうのがあります。であと、この実験関連のデータベースっていうのは我々の方で公開しています。このような名前のデータベースがあります。でまず配列データベース、ユニプロットなんですけれども、ユニプロットはタンパク質配列のデータベースの一つで、人の、このキュレーターという方がいらっしゃるんですけれども、そのキュレーターさんが、マニュアル手でタンパク質の機能アノテーションをつけた非常に質の高いデータベースです。でちょっとこの PDF のこちらをクリックしていただいて、ブラウザーで表示してみてください。そうすると、このようなページが出ると思います。でここで、キーワードを例えば、TF2B っていう、基本転写因子の一つなんですけれども、これをキーワードとして入れると、このような結果が出ます。 TF2B っていうキーワードに、一致する、タンパク質の一覧が表示されます。で、その中の一つ、この TF2B-Human というものをクリックします。で、から2番目です。で、これは、人の、基本転写因子 TF2B の、タンパク質配列の、エントリーです。で、これには、その正式なこのタンパク質の名前だとか、どの生物種、これは人ですけれども、このタンパク質の配列上だったり、アノテーションの情報、オントロジーっていうのがあるんですけれども、オントロジーの、アノテーションがついていたりとか、あとは、全長366アミノ酸の中で、それぞれの部分がどういう、領域になっているか、どういう特徴を持っている部分かっていうのが記載されています。それから、この配列そのものの情報も含まれています。それと、ここは、参考文献の情報が書かれていますっていうのが、大まかにはこのような情報が書かれています。ここまでは大丈夫でしょうか。で、次に、タンパク質ドメインデータベースっていうのを説明します。PFARM っていうのがあるんですけれども、説明資料の4ページ目になります。で、こういうページが表示されると思うんですけれども、で、これは、どういうタンパク、データベースかっていうと、
正式な名前を、プロテインファミリーズデータベースオブアライメンツ&HMMs っていう名前なんですけれども、タンパク質ドメインのデータベースなんですけれども、HMM っていう名前の確率モデルを使って、タンパク質のファミリーを集めてきて、それを、分類整理したデータベースです。で、例えば、ここに、先ほどユニプロットで出てきた、このビューアーシーケンスっていうところをクリックして、ここに、TF2B TF2B アンダーバーヒューマンというふうに入れてみてください。これは配列でも検索できるんですけど、この ID でも検索できるという形になってまして、でこれを入れて、をクリックします。でそうすると、こういうページが表示されると思います。ここまで表示できた人どうでしたか。このタンパク質ドメインっていう言葉をお話ししてるんですけれども、それは何なのかっていうことなんですけど、このタンパク質のこれがここで表している、模式的に表しているのは、このタンパク質の全この TF2B、転写因子、基本転写因子 TF2B のこの全長なん、全長のアミノ酸配列なんですけれども、その中で、ここに出てきているのとか、この緑のとか赤とかっていう一部分、全長が長いので、その中で、ある形を持ったり機能を持ったりした部分が複数現れる場合があって、そういうものをモチーフとかドメインとか言います。で、例えばこの例の場合だと、この緑の部分が、TFZN リボンっていうので、カーソルを合わせてみると TF2B ジンクバインディングって書かれていて、亜鉛が結合するような、ドメインであることがわかります。でここの赤い部分っていうのは、このトランスクリプションファクター TF2B に特有なリピートであるということがわかります。で、ここの、でその間、このディスオーダーっていうふうに書いてあるんですけれども、このディスオーダーっていうのは形を持っていないとか、フラフラしているって意味なんですけれども、これその赤い部分とか緑の部分は構造形を持っているんですけれども、この辺はフラフラしているような、生態内ではそういうふうになっていると考えられています。で、この TF2B っていうのをクリックしてみてください。ここの表のここです。でここには、この TF2B っていう、ドメイン、ファミリーの説明が書かれています。で、ここにそれぞれ説明が書いてあるんですけれども、これについて立体構造が解かれている場合は、ここに立体構造が表示されます。で、左の方にいろいろメニューバーがあるんですけど、このサマリーの下のドメインオーガナイゼーションというのをクリックしてみると、このようなものが表示されます。これは、この赤の TF2B ドメインというものを持っているタンパク質が、他にどのようなものがあるかというのが表示されています。この先ほどと同じようなものもあれば、全く違うドメイン、青色のドメインとか、あるいはまた別の、色のドメインとかが入ったようなものがあるというのが分かります。で、このスピーシーズっていうところをクリックすると、スピーシーズのトゥリーっていうのをクリックすると、このようなものが表示されるんですけれども、この TF2B ファミリーが、それぞれの生物種にどのくらいの数あるのかっていうのが表示されています。そういうのを表した図
になります。でその他いろいろ情報が書かれているんですけれども、これは興味のある方は見てみてください。でここまでは大丈夫でしょうか。で、次に、スマートっていうものを資料には載せてるんですけれども、このスマートっていうのは、同じようにドメインのデータベースなんですけれども、この細胞外ドメインとかシグナル伝達ドメインに特化した、ドメインを収録したデータベースです。これも同じようにここに出てきたような情報が、出てきます。で、その次に、インタープロっていうものを出しているんですけれども、インタープロっていうのは正式な名前は、この資料に書いてある通り、インテグレーテッドドキュメンテーションリソースフォープロテインファミリーズドメインズアンドストラクチャルサイツっていう名前で、ヨーロッパの、バイオインフォマティクスの研究所から提供されているタンパク質ファミリードメイン機能部位を収録したデータベースで、実は、インタープロそのものというよりは、その他の、タンパク質ドメイン、いろんなデータベースがあるんですけれども、それを統合したようなデータベースになります。で、ここに、アミノ酸配列を入れて検索したいんですけれども、ここにある先ほどのユニプロットのページにある、このここにファスタ形式真ん中辺にあるんですけれども、これをクリックするとこのファスタ形式の配列が取れるので、これをこれをここに、入れてみてください。ちょっと重くて反応しないかもしれないんですけれども、うまくいくと、こういうようなページが出てきます。これ表示できた人いますか？皆さんできてますね。はい。でこれは、先ほどの PFARM と同じように、このドメインタンパク質の前兆に対して、前半の方にドメインがあって、後半の方に2つがドメインがあるっていうような模式図が表されているんですけれども、それぞれ、先ほどの、PFARM は、PFARM の、こっちの方に、それぞれどのデータベース由来かっていうのを書いてありまして、PFARM のアノテーションは、ちょっと文字が小さくて見えないですけど、あるんです。で、その他にも、スマートによるアノテーションとかありまして、あとその他、紹介してませんけれども、プリンツとかプロサイト、プロドムっていう、
それぞれ似たようなデータベースがあって、それらの情報を、まとめて、結果を返してくれているっていうのになります。それを、統合した形で、インタープロドメインというような名前で結果を返しているということになります。で、ここまでが、タンパク質のドメインのデータベースについてなんですけれども、ここまでは大丈夫でしょうか。はい、で次に、タンパク質の立体構造のデータベース、プロテインデータバンクについてです。で、これは、皆さんもお聞きになったことがあると思うんですけれども、タンパク質やだけじゃなくて核酸 DNA とか RNA も、立体構造を持つことがあって、最近では、タンパク質と RNA の複合体だったりリボソームの立体構造が決定されたりとかしています。かなり大きな構造も構造決定されるようになってきて、現在、9万件以上の立体構造データが、登録されています。で、これは、日本とアメリカとヨーロッパそれぞれでサイトが公開されているんですけれども、いずれも同じデータがミラーリングといいますか同期されていまして、同じデータを取得することができます。で、毎週火曜日に更新されています。で、日本だと、PDBJ っていう大阪大学のタンパク質研究所で、公開されているサイトから、データを、X 線や NMR で、立体構造解析されたデータを取得できます。アメリカだとこの RCSB というところからデータを取得できます。で、ヨーロッパだと、プロテイン、PDBE というサイトがありまして、これは、先ほども出てきましたヨーロッパの EBI という研究所によって運営されているデータベースです。で、ここから、タンパク質の立体構造のデータを出していきたいんですけれども、もう一つの、ちょっと2番に、簡単に書いてあるんですけれども、詳しくは、もう一つの PDF、こちらの補足資料の方に書きましたので、これを見てみてください。まず、この PDBJ のページに行ってみてください。キーワードは何でも好きなものでいいんですけれども、ここでは、例としてインスリンというふうにキーワードを挙げています。で、インスリンで検索するとこういうようなページが出てきまして、で、この最初の一番目の1GUJ っていうのをクリックしてみてください。すると、こういうようなページが表示されて、この、立体構造の概要を、ですね、このタンパク質の名前だったりとか、その由来の生物種だったりとか、これを、この立体構造を解いた人の名前、著者とか、あとその参考文献、等が記載されています。で、どのような実験手法で、
解かれましたっていうのは、これ X-ray ディフラクションって書いてあるんですけど、 X 線結晶構造解析で解かれて、分解の 1.6 オングストロームで解かれましたっていうのが分かります。で、その他、いろいろ情報はあるんですけれども、ここからここに構造の絵も出ているんですけれども、この構造の絵は実はダウンロードしてそれぞれ皆さんの元で表示できます。で、その、座標データっていうのがここから取得できます、ここのダウンロードっていうところの上から2番目の PDB 形式っていうのをこの緑のマークをクリックしてみてください。ダウンロードするとダウンロードしたらですね、もう一つ実習用のファイル ZIP 形式のやつを展開すると、こういう中身があるんですけれども、ちょっとそこに今ダウンロードしたものを入れてみてもらえます。ダウンロードするとですね、圧縮形式になっててですね、それを展開する必要があって GZ っていう形式なんですけど、この GZ っていうのを展開すると、こういう形式になります。ダウンロードとあと、PDB ファイルの展開まで できた方どれくらいいますか？まだですね。こういうダウンロードするとこういうファイルがダウンロードされると思うんですけれども、このファイルはダウンロードできましたか？できた方まだそうですね。まずここまでのページまでは行って、ここまでのページまで行けた方は、はい、じゃあ、行けた方は、この右のこのダウンロードっていうところを見てみてください。で、このダウンロードの上から2個目、この PDB 形式となっているところです。PDF の資料で書いているんですけれども、ここの場所です。赤で書いてある、ここの場所をクリックしてください。
これの、緑の方です。こっちの方をクリックすると、その中身が出ます。はい。ダウンロードまでは行けた方、行け、あまりいないですね。ですね。これをクリックすると、どうも画像、この画像そのものが表示されちゃうみたいな不具合があるみたいなので、ですね。ちょっと先ほどお話ししました、この海外のサイト、RCSB のサイトの方で、同じページを表示しています。ここで、このページの行き方は、ここまでは皆さん行けてると思うんですけれども、ここの、上にある RCSB PDB、ここをクリックしてください。で、そうすると、こういうページが表示されます。で、このページは表示された方、今出してますね。で、ここに、先ほど、この ID ですね、1GUJ、これをここのボックスの中にペーストしてください。で、この虫眼鏡のマークをして、検索すると、こういうページが表示されます。
ここまで表示できた方、はい、できてますね、大体の方で、ここで、ここの右にある、大きく 1GUJ って書かれているこの右に、ダウンロードファイルズっていうのがあるので、ここをクリックしてください。で、このダウンロードファイルズをクリックするとプルダウンが出てきて、ファスタシークエンスの下に PDB ファイル括弧テキストっていうのが出てきます。で、これをクリックしてください。で、そうするとこういうポップアップが出ると思います。で、これでファイルを保存します。ダウンロードできた方はこういうファイルがダウンロードできると思います。ファイルがダウンロードできてない人、まだですね。ハイモルっていうソフトを開くと、このような最初の起動画面はこういうものが表示されます。それで、ファイルを読み込むときはこのファイルオープンで、ダウンロードしたこの 1GUJ.pdb っていうファイルを開いてください。そうするとこういうようなものが表示されます。で、これは、何を表しているかっていうと、タンパク質がアミノ酸からアミノ酸のつながりからなってて、で、それぞれのアミノ酸は、化学で皆さん勉強されたことあると思うんですけれども、原子からできた分子になっています。で、それぞれのアミノ酸っていうのは、炭素と、窒素と酸素などでできています。で、ここで緑で表示されているのが炭素で、青が窒素です。で、赤いものが酸素です。で、でこれをこれはそれぞれの色で表されているので、何が書いてあるのかよくわからないと思うんですけれども、これを、ちょっと実習書にはいろいろ表示方法を書いてあるんですけれども、ちょっと最後の方法を試します。で、ここで、この実習用ファイルの中にある、このカラーアンダーバーバイ、ベースタイプ .py っていうのを、まず開いてください。開くと特に何も起こらないんですけれども、ちょっとこういうメッセージが表示されます。で、その後ファイル、ラン、スクリプト .pml
いうのを表示するとこういうふうに変わります。ちょっとここまでやってみてもらえますか。ちょっと難しいと思うのでもう一度ご説明します。最初、このパイモルっていうソフトでこの hgUJ.pdb っていうこの座標のファイルを読み込んだんですけれども、でその次にこの2つのファイルを読み込みました。これは何を、これの順にこれの後にスクリプト .pml っていうのを読み込みました。でその読み込み方はこのファイルメニューのファイルの後ランっていうのでまずこのファイルを選びます。最初にこれを読み込みます。これ最後ですね、これは最後のこのマニュアルの11ページから書かれていますに書いてあることなんですけれども、11ページに書いてある方法になります。何をしているかっていうとタンパク質をアミノ酸の種類で色付けしています。11ページ、12ページ、13ページに書いてある方法をやると、こういうような絵が表示されます。で、ここまで、何人かの方はここまで表示することができたと思うんですけれども、これは、アミノ酸の種類でタンパク質を色付けしていまして、で最後この、PDF の最後のページにありますように、アミノ酸っていうのは、疎水性のアミノ酸と親水性のアミノ酸と塩基性のアミノ酸、酸性アミノ酸っていうのがあります。でそれぞれアミノ酸っていうのは20種類あるんですけれども、アラニン、グリシン、イソロイシンなどは、白い疎水性のアミノ酸、システインは、これは黄色のアミノ酸でちょっと特別なアミノ酸です。で、ヒスチジンとかアスパラギン酸とかアスパラギンとかグルタミンっていうのは、水溶性のアミノ酸で水色で、リジンとかアルギニンは、青色、アスパラギン酸とかグルタミン酸は赤色、フィニルアラニンとかトリプトファンっていうのはアミノ酸の即鎖っていうのはアミノ酸のこの、この横に出ている部分を即鎖というんですけれども、これが大きいものをピンク色、大きいものはピンク色で表示されています。で、タンパク質っていうのは生体内で水に溶けているので水に溶けやすくするために水に溶けやすい電荷を持ったものとか
水溶性のアミノ酸っていうのを外側に持ってきて、で、油っぽいやあのアミノ酸っていうのを内側に閉じ込めるようにあの形をあの形作っています。そういう形で、あのアミノ酸が決まるとタンパク質の、アミノ酸配列が決まると形が決まるっていうのはそのようなあの物理化学的性質に基づいてあの決まっています。でその他に、ちょっとこれより前にあの実習書にはあのその他の、タンパク質をリボン構造で表したりとかっていう方法もあるんですけれども、あのちょっとそちらは、またあの、実習が終わってからあの、お家でお買いになった時とかにあの試してみてください。ここまでであの質問のある方いらっしゃいますか。で、最後、最後になるんですけれども、このタンパク質の、立体構造を決めているような実験データ、これを、が、公開されているデータベースが、理化学研究所から、公開されているデータベースがありまして、これの、紹介をさせていただきたいと思います。名前は、タンパク質実験構造統合データベースっていう名前で、この英語名の、頭文字を取って IDBS という名前を付けています。で、URL はこちらになります。で、URL をクリックしていただくとあのこういうようなページが表示されると思います。でこれは、主に理化学研究所が中心なんですけれども、あの、タンパク三千プロジェクトっていうのが、もう5年以上前5年くらい前にありまして、あの人とかマウスとか白いナズナとか、あとバクテリア由来のタンパク質の実験データが、網羅的にこうあの構造解析されたあの、プロジェクトがありました。で、あのその、それに伴ってあの先ほど申し上げましたあのプロテインデータバンクとかは、あのその時期にあのエントリー数がそれ時期以降大幅にあの数が増えたんですけれども、あのその座標データだけではなくて、それに伴うあの実験データっていうのが、あの構造生物学を行っている研究者とか、あとタンパク質のデザインを行いたいあのバイオインフォマティクスの研究者とか、あのそういう人たちに役立つのではないかっていうことで、あのその実験データを、集めて公開しました。で、これはあのこのデータがあの構造データだけではなく、その他のデータも一緒に統合するっていう形で膨大なデータになるので、あのこの、このデータベースセンターでも盛んにあのキーワードが出てきます。あのセマンティックウェブっていう技術を使って、あのデータベースを統合して構築しています。で、この、そのデータベースはあのオントロジーっていうあの人オントロジーっていうのが有名なんですけれども、あの、階層構造を持った辞書のようなあのもので、あのそのオントロジーのその階層構造に基づいて、あのタンパク質の先ほど申し上げました配列データとかタンパク質ドメインデータ、構造データ等に分類して、整理しています。で、このデータベースで例えばちょっとですね、キーワードを何か入れてもらえるとですね、ちょっと今試しにバインディングという
キーワード何か結合するタンパクを探せないかということで入れてみました。ちょっと少し重いので、反応を結果が返ってくるまでちょっと時間かかると思うんですけれども、結果が返ってきた人は、このようなページが表示されると思います。でこれは、それぞれ、今のキーワードで、それぞれの分類ごと分類されたデータにキーワードにヒットしたデータが何件あったかっていうのを表示しています。構造のデータであれば19000件、バインディングっていうキーワードでヒットした構造データが登録されているということです。で、さらに構造データっていうところをクリックすると、さらにクリックしていくとちょっとこういうようなページが出まして、でその後このようなページが出てきます。ちょっと時間がありませんので、ちょっと途中割愛させていただきますが、後ほどご質問いただいた方にご説明します。でこのようなページが表示されまして、先ほどご説明しました PDB の、データのあるエントリーなんですけれども、これの情報だけじゃなくて、インタープロの情報と、あと、この理化学研究所で、実験データが登録されているデータベースへのリンクとも一緒に統合された形に、構造のデータが、インタープロのアノテーションのデータだとか、実験情報とともに一緒に統合されている形になっています。でこれをさらにこのリンク先をクリックすると、これは理化学研究所オリジナル の, 実験のデータベースなんですけれども、ここに行くと、ここのオリジナルサイトに行くと、ここから、IMG というフォーマット の, X 線解説実験のデータをダウンロードできるっていう、そういうふうな形で誘導してくれるサイトになっています。で、すべていろいろなデータベースがあるんですけれども、すべてのリストは最後の表に書いています。ここに書いていまして、今ご紹介したのはこのバックペディアっていうサイトなんですけれども、参考文献はこれになります。クリックしていただくと論文のページに飛びます。で、その他理化学研究所の、オリジナルのデータハトダスだったり、この辺の、SSBC だったりっていうこの辺のデータベースがあるんですけれども、これらは、X 線解説実験等で提供されました、この解説実験データだったり、X 線の、結晶化実験を行うときにタンパク質を結晶化して、それに X 線を当ててタンパク質の立体構造を解析するんですけれども、その、結晶化の写真とかもダウンロードできるというサイトになっています。というところで、この公共データベースのデータだけではなくて、これらの実験データもダウンロードできるので、構造生物学の実験をしていたり、タンパク質関連の研究者の人には役立つようなデータベースにはなるのではないかなというふうに考えています。ちょっと駆け足になってしまいましたが、最後にこれらの方にお世話になりました。ここでお礼を申し上げたいと思います。であとは、参考文献とかはあるんですけれども、参考文献は、
タンパク質の構造一般についてはこのタンパク質の構造入門っていうのが非常に分かりやすいと思います。その他あとはバイオインフォマティクス関連の本なので、ちょっとこれはもう少し上級者向けといいますか、あんまりそのバイオインフォマティクスに馴染みがないという人はもう少し慣れてからの方がいいかもしれません。というところで以上ですけれども、何かご質問等ありましたらいただければと思います。はい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 、SSBC とかアトラスは、はい、最初に話、私が話したアーカイブとかに、はい、あ、はい、はい、あ、はい、はい、赤身に言っていただいてます。はい、ありがとうございます。はい、はい、どうもありがとうございました。